感情が伝わってこないんだよね。昔は書けたのにな、こういうの。想像力失ったらおしまいだぞ。小説に書いてもらえたら、あなたの中に一生残り続けられる。なんで私のことは書いてくれないの？どこで間違えたんだろう。それで久々にあの本読んだよ。全然私のこと書けてなかった。あなた何も変わってない。幸せは偽り、脳天気はクソくらいだよ。あなたの中に私はいる？会って話したいんだけど。しばらくここにいてもいい？周りの人間傷つけて小説書いて下水よ。現実を見れないやつ。あなた私のためなら死ねる？